ちょっと偏った編成にしてるからさ、それもあって全然倒せなくて本当に嫌だった。一撃でやられるとかではないんだけどね、なかなか倒せないって結構ストレスだよね。あ、黄色いヤドンだ、欲しい。え、これ持ってないよね。前ポケモントレーナーが連れてたのを見ただけだよね多分ね。よしよしよし、捕まえよう。やったー、捕まえました。え、なんか手前になんか、え、なんか謎のポケモンいた。ちょっと待ってね。ガラル、ガラルの姿、アローラの姿じゃないの、ガラルの姿、また新しい姿。え、新しいガラル、ガラルヤドンゲットしましたけど、なんか手前にね。え、この子、この子、これ何、全然知らない、なんかイカみたいな、なんだこれ。え、かわいい。え、まあいいか、名前安直すぎんか。え、顔かわいい、何あれ、スプラトゥーンじゃん、かわいいんだけど。すぐ殺しちゃいそうだな。お、一発で捕まえた。マイカちゃん、アクとエスパー、なんかこれも珍しい組み合わせだな。逆立ちすると血行が良くなり頭が冴えるのでエスパー技の威力も上がりまくる。この子顔がかわいい、なんか進化しそうだな。ガラナツの枝、ガラル地方の、え、ちょっと待って、なんか書いてあったね今ね。これだ、ガラル地方の一部に生えるガラナツという木の枝、とあるポケモンのアクセサリーの材料として使われる。え、ここ何、じゃあガラル地方みたいな場所ってこと。アローラ地方でもありガラル地方でもあるのかな。マジ謎の地方じゃない。え、あ、ラフレシアだ。え、なんかこんな色だっけ、ラフレシアって、こんな色、え、こんな色だっけ、かわいい。え、なんかキュピキュピンみたいになったね。え、これ、え、なんかあのキュピキュピンってさ、もしかしてさ、ルカリオちゃんもああいう風になるんだよね、出すとき。もしかしてこれって色違いですか、色違いですか、もしかして。なんか体力回復してる、そうはさせない。捕まえられるかな。あ、なんかキラリンってなった。あ、やった、一発で、よかったよかった。え、これ何マジで。え、なんかでも図鑑オレンジと緑だね。ん、え、この子、え、マジで何、ちょっと待って。え、あ、そうだよね、あの色だよね本当は。え、もしかしてさ、え、本当にもしかして色違いなのかな、本当、嘘、あ、これ絶対そうだ。ルカリオちゃんにもね、この名前の横にキラキラマークついてるの。え、やった、え、本当に、え、なんかキノコみたいな色、え、なんかこの子え、本当にかな、え、ちょっと調べてみる。あー、今調べてきたらこれ色違いでした。初めて野生にいるとこ見た。4000分の1だよね、授業で習ったもん。え、嬉しい、え、めっちゃ嬉しいんだけど。ラフレジアに進化させて連れてくのもいいなって思ってたとこなんだよ。え、どうしようかな、めっちゃ連れて行きたいんだけど。え、やばいんだけど、嬉しい嬉しい嬉しい。色違いポケモンって普通にその辺にいるんだ。ラフレシアちゃん連れてきました。ちょっとレベル上げていって覚える技とかで使いにくそうだったらちょっと考えるけれど、せっかくね捕まえたしさ、可愛いしさ、使ってあげたいなという気持ちがあるのでレベルを上げてみよう。え、なんかナッシー、え、すごいすごいな、すごい当選簿してるな。ん、お花アメ細工、またマホミルに持たせたら喜ぶもの手に入れた。マホミルってどこにいるの、マジでいろんなものを持たせてあげられるものばっかり手に入ってるけど、マホミルに出会ってないんだけど、マホミルって誰ですか。え、かわいすぎないこれこっち見てる、あー、ちょっと待って、こっち見た時に撮りたい。あー、撮れた、かわいい。なんかせっかくだからさ、面白い写真撮りたいなと思って、かわいい、嬉しい。え、何あのヤドラン、え、ちょっと待って、全然意味わかんないんだけど。え、あれらは一体何、え、待って待って、ヤドキングもあれ知らないヤドキングなんだけど、こっちのヤドランも知らないヤドランだし、ちょっと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 、普
通に今ポケモンに戦い挑んだら、なんだこれは、全然タイプが分かんないぞ。でも同じエスパーと水じゃなくなってるかな。ちょっとやってみようか、いろいろ。ん、効果は今一つ。そうなんですか、草が今一つだった。こっちは別に今一つでもなんでも。ちょっと待って、炎やめて。デカヌちゃんは火に弱いんだ、やめてくれ。ゴーストタイプかな、何あれ。え、めっちゃ欲しいけど、あれらは一体何なんだ。相手がね、道具とか持ってなければゴリ押しでいけるから、道具持ってると話が変わってくるんです。よし、全然抜群じゃないけど、いい感じでね、倒せた。この人なんかね、私はヤドン大好きみたいなこと言っててさ、ふーんつって戦ったんだけど、ホーストエリアのヤドンたちはガラルの姿、ガラル地方ってところにはヤドンが暮らす南国があるんだって。へえ、面白そうだったじゃん今の。これ何、毒とエスパー。え、もうヤドンの面影が、あ、まあでもエスパーが、そっかそっか、ガラルのヤドンが成長するとこれになるの。でもなんかあの貝殻のあの顔の部分全然可愛くないんだけど、好きじゃないんだけど。ヤドランも毒とエスパーなんだ。でもさ、普通のあの黄色いね、ヤドン、これはただのエスパーなんだよね。毒がつくんだね、成長すると。いやー面白いね、なんか全然知らないって感じ。知ってる知識だけじゃさ、全然なんか勝てないね。面白くなってる、すごい。あ、アローラのダグトリオいる。ちょっとこれ欲しい。何着てるんだ。頭をブンブン振ってたけど、かわいい、陽気なやつら。ちょっとこいつらはね、欲しかったんですよ。え、峰打ち今一つ。あ、そうか、鋼だからか。いやでも仕方ないんですよ、オーカポン強すぎるんで。これでいきます。よし、捕まえた。地面と鋼だったらこの子でもいいよね、フェアリー対策。鋼タイプの子がね、意外とあんまりいなくてさ。あ、でも地面と鋼だったらわだちちゃんが同じだね。わだちちゃんの方が多分能力高いと思うんだよね。なんか洞窟っぽいところがあるぞ。灯火の迷路？何ですかここは。迷路なの？あ、ディグダたち走って逃げちゃう。あ、みんな何掘って、え、逃げちゃった。さようなら。ここにはリーグ部。あ、この人絶対強いでしょ。なんか強そうだよね。ん？あれなんだろう。え、これなんだろう。ちょっと待って、え、待って待って、欲しいぞ。オーガポンいるね。よしよし。あ、これなんか知ってる。これフェアリーの子じゃなかったっけな。まあテラスタルは全然違うものになるんだろうけど、ノーマルになってんのね。オッケーオッケー、瓦割りがあります。グランブル。そう、なんかこの子確かフェアリーの子だった気がする。進化前のなんかちっちゃいブルドッグみたいなのはちょっと知ってるんだけど。よし、捕まえられた。え、ただのフェアリーだ。へえ、そうなんだ。この子初めて見た。それであそこにいるリーグ部の人に話しかけるの怖いな。俺は強いぞ、リーグ部に入ってるからな。多分そうなんだよ、生きてるって言えないんだよな。実際に強いんだよ、リーグ部の人たち。なんだあれ、なんだあれ。ボローニャ、あ、ボローニャか。ボローニャだったらいけるいける。ボローニャにツタコンボをしましょう。で、ランタンってあれ、水と、え、なんだろう、なんだろうな。とりあえずデカハンマーでもしとくか。あ、なんか持ちこたえてる。やっぱりね、気合のたすき持ってる。やめてよ、全然今一つ、やめてくれ。あ、ゴローニャ味方からの攻撃で倒れた。マジで、それ全然対策してないの。やば、食べ残し食べてるし。
るらしい。よしよし、ランタンって多分電気でしょ。電気だと思うから、あ、でも地震やったらオーバポンにも当たっちゃうな。よし、強い、マジで強い、ありがとうオーバポン。エレキフィールド、エレキフィールドって確かわだちちゃん強くなる。あ、そうそうそう、これこれこれ、エレキフィールドやってくれるとね、わだちちゃんが強くなれるんですよ。なんか謎の組み合わせなんだけどさ。もう一匹いた、終わりだと思ったのに。地震やりたいんだけど大丈夫かな。あ、効果抜群。あ、マジでランタンに効果抜群。え、この子もしかして電気と水かな。いいじゃん、よし攻撃していく。地震は効果抜群なんだけどオーガポンに当たっちゃうんだよな。結構痛かったらどうしよう。でもさ、2匹ともに効くと思うから、ちょっとやってみるか。オーガポンマジでごめん、ちょっとやらして、ちょっとやらして。え、強い、え、マジで強い。地震やんなくてもよかったじゃん。あ、浮遊してる、やばい、オーガポンだけに当てちゃった、ごめん。あ、よかった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 。え、火炎放射、なんで、え、なんで、マジで謎なんだけど。電気なのに浮遊してて火炎放射使ってくるとか許さない。そうなると全部が今一つだな。地震が効かないんでしょ。強っ、強い、全く抜群じゃないのにマジで強い。ありがとうオーガポン、よかった。リーグ部なのに負けた。いや、リーグ部の人たちみんな強いけど、数々のリーグ部員を葬り去ってきました。でもやっぱ強いよね、結構やられてる。怖い怖い、なんだこいつ、こいつ知らないけど、何、ちっちゃくて可愛いね、あんた何。あ、ゴチム、ゴチミルになる子か、なんか知ってるぞ。ゴチミルは持ってるからね。ゴチム持ってない、捕まえましょう。お、クリティカル、いけました。うんうん、あ、なんか顔がやっぱ似てる、てかリボンとかも似てる、かわいい赤ちゃんみたいだね。で、どこから来たんだっけ、なんかロトムついてくるな、かわいいねあんたね。上から落ちてきたんだっけね、上から落ちてきて、まあ、この人と戦って、こっちは行ってないか。これなんだ、人みたい。あ、もしかしてゴチミルの最終形態か。リボンつけてるしね。あららら、らおだてられちゃった、混乱するんじゃない。あ、そうですよね、なんてこった。お、いけた、よかった。混乱しちゃったからさ、 HP 結構残ってるまま投げたんですよ。あ、え、ただのエスパーだっけ。あ、そうだっけ、全然覚えてないや。あ、オーガポンレベル100、え、いつの間に、っていうか99じゃなくて100なんだ、一番上って。あら、まあ100になっちゃった。オーガポンすんなり100になっちゃったわ。水の誓い、え、今の技のシーンなんだ、なんか変わったこと書いてあった。あった、水の柱で攻撃する、炎と組み合わせると威力が上がって空に虹がかかる。何これ、謎。炎と組み合わせるってどういうことなんだろう。え、だって攻撃は一度に一回しか出せないじゃん。もう片方のポケモンが炎の技を出してるとみたいなことかな。謎すぎる。なんかやっぱあれか、ダブルバトルに特化した技が出てきてる感じするね。ここを進んでいくと、ん、出たけどどっから入ったのか分かんない。普通に入ったとこから出てきちゃったのかな、覚えてない、どうしよう、何も分かんなくなった。これなんだ、これも知らない、よく分かんないやつ、岩かなんかかな。え、鋼か、捨てみタックルやめて、死んじゃうじゃんそんなことしてたら。え、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 何ですか、え、何ですか、なんかもしかしてタイプ違うのになったりしてます。
さっきより食らってるけど、でも今一つか。え、なんかまた変わる姿。違うか。防御を下げて攻撃を上げてんのね。だけどあなたは私に捕まる運命なんだよ。お、クリティカル出た。やったやった。何者なんだ。え、全然違う。岩と飛行、赤色のコアって書いてあるね。コアの色が違う子もいるのか。でもこれさ、なんか割れないとわかんないよね、中身。めっちゃいる。ポケモンめっちゃいる。何、なんかすごいんだけど。めちゃくちゃいるんだけど。ちょっとどいて、ちょっとどいて。ありがとうありがとう、どいてくれた。あ、この人戦ってない。なんか迷子になっちゃってさ。あ、やば、リーグ部だ。やばい、普通のトレーナーだと思った。なんか変なの出してきた。カラマネロ、あれ知らないんだけど。なんだあれ、カラマネロ。ザングースはノーマルだから瓦割りで。お、じゃれつくが効果は抜群。本当にこっちに効果は抜群なんだな。え、あれあんな見た目だけどドラゴンなのかな。あ、やば、見切られた。ちょっと、いいよ、何回だってやるから瓦割り。あ、やっぱり、ドラゴンなのか。あ、ちょっとやめて。あー、ぶんな、怖っ。焦る。攻撃防御上げて。え、なんか回復か。食べ残し持ってるあいつ。あれ、なんか毒になってる。なんで毒毒玉、なんで、え、なんでうちになんか毒のタイプ今いないんだけど。毒毒玉、とりあえず油断しないで攻撃していく。いいねいいね。よし、倒した倒した。あと3匹くらいはいるでしょ。確かね、リーグ部は5体連れてる。多分スグがそう言ってたから。ああ、エルフ、かわいいかわいいよ。やだ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 、かわいい、やだ。ニャオニクスとエルフンか、どっちもかわいいね。効果ありの方にツタコンボでデカハンマーにするか。エルフンちゃんかわいいけど、かわいいって言って油断すると殺されるか、こっち。ふさはやしてるな。あれ、オーガポンひるんでる。猫だましされたからか。よし、いけたいけた。ごめんね、エルフンちゃん。あ、オーガポンも、あ、デカヌちゃんも。グラスフィールドってみんな回復するんだ。どうなのそれってね。あ、なんか守ってる。やーんで、なんでリーグ部のやつらみんな守る使ってくるんだよね。なんか自分が使うこと考えるとさ、一旦無駄にしちゃうじゃんとか思うから使わないって思うけど、使われると結構えってなるよね。鬱陶しいよね。え、強っ。全然抜群じゃないのに、さすがレベル100。恐ろしい。うっかりリーグ部の人に普通に戦いを挑んでしまった。心構えができてなかったから焦っちゃった。ん、草の誓い、あったあった。これさっきの水の誓いと同じようなやつ。水と組み合わせると威力が上がって当たりが出現になる。あれ、同じタイミングで出すとみたいなことかね。へえ、ね、ちょっと使ってみたいけど、そんな都合よくうまくいくかね。マジで迷子、どこに行けばいいかわかんないぞ。あ、炎の誓いだ。ありました。炎の柱で攻撃する。草と組み合わせると威力が上がって周りが火の海になる。なんかそのさ、火の海とか虹がかかるとか出現になるとか、この様子がちょっと見てみたいよね。あ、でもこれみんな覚えないんだ。え、じゃあ誰が覚えるんですか。これ使ってる子誰だ。ヘラクロス、これ誰だ。あ、これはストライクか。え、ストライクが炎の誓い。ええ、そうなんだ。誰が使えるんだろうねこれね。不思議な技マシンだぞ。灯火の迷路、マジでガチで迷路なんだけど、似たようなとこばっかり。あれ、これさっき来た気がする。あれ、この辺、あれ、あ、ここは来たな。
こは聞いてないような気がするけど、来たか、この人と戦ったんだ。じゃあこっちは行ったな。